どんどん話をして、もう50分近く過ぎちゃったんですが、なんか、コメントとか質問とかあるといいなと思ってるんですが、どうでしょうか。なんかあれですね、自衛隊人数も足りてないんじゃないのとか。いや、足んないですよ、足んない。いや、自衛隊の人数が足りてないんじゃないかという話ですが、足りないです。いや、とにかく日本の場合、適正規模がどのぐらいなのかという議論を国を挙げてしたことがないんですね。根拠のない、自衛隊の規模みたいなんで来てる。今ちょっとあれがしました。なんか自衛隊の戦力ってことです。これは充足率とかいろいろありますね。定員は陸上自衛隊15万、今14万ぐらいかな。で、原因は13万人台だけれども、陸上自衛隊が一番象徴的なんですが、これ適正規模っていうのはいろんな根拠に基づいて国民に問いかけなきゃいけないけど、今一つ陸上自衛隊が出しているのは、日本の海岸線に、対してどれぐらいのその陸上自衛隊が必要かという話なんですね。これは国際的に陸軍という呼び方をするんだけれども、例えばその災害派遣で国民の命を助けなきゃいけない、こういう時に投入されるマンパワーは実は陸軍なんですね。警察や消防というのはもちろん高い能力を持って命がけでやりますけれども、これは陸上競技に例えると短距離ランナーなんです。だ例えば3日で、撤収したり3日交代で動く。で、陸軍の部隊は最低1回投入されると2週間ぶっ通しで動くが長距離ランナーなんですね。で、それを世界で6番目に長い海岸線を前提に考えると、日本の場合も陸上自衛隊25万人必要だ。そういう議論をちゃんとする中で、足りるか足りないかって話なんですね。で、そのなんかこのまま、平和安全法制の整備が進むと徴兵制なんじゃないかとかね、むちゃくちゃな議論があるでしょ。で、安倍さんはそんなことは絶対ないって言って、でも徴兵制って言ってもね、あなたがイメージしてる徴兵制ってのは何なんですか。で、苦役を強いられることはないとかね、そんな言葉の遊びみたいなことになってるけれども、これ戦後のドイツの営みっていうのは一つ日本人が参考にしていいってことなんです。で、旧西ドイツからずっと再軍備をした後はですね、ドイツは徴兵制を敷いてきました、実施してきた。ただ日本人が徴兵制というとイメージするのは、野間宏さんという作家の真空地帯という小説に代表されるには光景なんですね。で、真空地帯というのは帝国陸軍の内務班というのがあって、そこでその古参の兵隊が新兵をいじめちゃうというような話です。非常に悲惨な話なんです。だからそんなものは苦役じゃないかとかね、召集令状赤髪一つで死んでこいって世界だから懲役じゃないかみたいな話があるわけですよ。ただ戦後のドイツの徴兵制というのは全然違って、国民海兵、国民がみんな兵隊に行く、兵役に、従事するという話なんだけれども、思想的に言いますと、とにかく軍隊の中に平均的な国民の意識が常にあるというのは国民海兵ですから、軍の上層部が例えば悪巧みをしようと思っても必ずバレるという話なんです。だから軍が暴走したり独走しないための歯止めが国民海兵であるという思想がある。で、その一方ドイツの場合は、例えば兵士組合のようなものを認めてきた。1960年代からですね。これは、もっと厳密に言うと、正式な言い方あるんだけれども、これは労働組合です。で、そこで権利が認められている。あるいは軍人法という法律によって公明権が認められたんですね。理不尽な命令には抵抗してそれを聞かなくていいっていうのがあるのと、日本的な発想でいうと、いや労働組合あるいは命令に逆らっていいの、赤旗を立てるような軍隊は困るよなんてバカみたいな話なんだけど、ドイツ人の考えは逆なんですね。
とにかく組合が認められ権利が保障されている、その一方で理不尽な命令に従う必要がないということが法律で、明らかにされるとどういうことになるか。軍事的能力上がるんですよ。とにかく命令だから行けって指揮官は全部失格だから、ちゃんと、部下がうんそれだったら分かったやるぜっていうような合理的な筋の通った命令しか出せなくなる。指揮官そのものの、まあ、レベルも上がる。それに伴ってドイツ軍全体のレベルが上がるという話だ。そういったことをきちんと思想として持ってきたのがドイツなんだ。日本みたいにそういった議論をせずにぐちゃ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 言ってるっていうのは、まあ最悪ですよね。子供だよね。でドイツは今は徴兵制は停止してます。廃止じゃなくてやめてんですね。一応それはなぜかというと、ドイツ軍の場合5万人ぐらいが毎年徴兵によって、まあ、充当される人数だった。ところが5万人しか毎年いらないのに徴兵に、適した年齢層というのは、まあ、全体合わせると44万人ぐらいいる。でそこからくじ引きでやるのかって、まあ、そんな面倒くさいことをやるんだったら、まあ、志願してくる人でやっちゃった方が早いしレベルも高く維持できる。そういうところで今停止しています。でもこれは必要とあれば復活をするということなんだ。だからとにかく、まあ、軍事組織に行きたくないという人は徴兵の年限と同じだけ、社会福祉施設とかそういったところで、奉仕活動をやるというのが、まあ、ドイツですね。そういった格好で来ました。で日本の場合もそういったところまで含めてどういうふうに考えるのか、あるいはその25万人の陸上自衛隊があるといいなということはあるけれども、そこに一気に行くのは難しい。でも例えば、武器を使う訓練はしないけれども、災害派遣に、第一線部隊が出ているときは後ろを守る、あるいは後ろから支えるような任務の、人たちもいてもいいんじゃないか、部隊としていてもいいんじゃないか、まあ、そういったような軍事組織の在り方についての多様な議論が生まれてくると、まあ、いいなと思います。とにかく、まあ、近代的な兵器を使うためには徴兵で来た素人がすぐ使えるわけじゃないなんて議論もあるし、それは当然、習熟した志願制の下で、軍隊で勤務してきた人間を中心に、組み立てていく以外ないんですけれども、とにかく人数が必要なところをどのように補っていくのかっていうのは日本の場合も課題であります。だからそれをその単純に日本的な議論で徴兵制に結びつけて考えちゃいけない。でやっぱりその、職業としての、自衛隊ということでいろんな働き方がこれから生まれてきてもおかしくないと思っています。である段階を過ぎるとこれは日本だけじゃないんだけど先進国の軍事組織は、無人化が進んだりして、まあ、人間の頭数に耐えらずに済むような部分も増えてくる。またその時その時で姿を変えていかなきゃいけないんです。ただどうしても、我々が忘れてはいけないのはとにかく軍事組織が国民のやはり敵にならないようにきちんと支える、常に健全な体質であり続けるために国民を挙げて議論をする。だから無責任な議論をして、自衛官の手足を縛るようなことをやっていては全く、方向としては逆だろうと思います。